皆様こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。今日は、実はこう、福島アカ、パフォーマンスアカデミーという、音楽の教室から、私の生徒になりますけれども、ディアブルーム、本当は今日はね3人の予定だったんですが、1人はなんと全国大会の合唱の方に、行きまして。結果も分かり銀賞に選ばれたということでございます。今日は3人分のパワーでねパフォーマンスしてもらえることと思いますが、レイちゃんとゆめちゃんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では1曲目ユーリでベテルギウス。繋いでいく。
りさせていただきました。めっちゃ緊張してたんじゃないかな。ね、大丈夫？はい、大丈夫。はい。ね、なんかあの控室の方でもかなりゆめちゃんの方ドキドキしてるみたいで、でもね、女の子は笑顔が一番なんで、この後もあと3曲あるからね。はい、頑張っていこうね。まあ、ここでちょっとね、郡山のその福島パフォーマンスアカデミーちょっと紹介したいと思うんですが、あのまだ立ち上げて1年半くらいかね、はい、そんくらいかな、はい、ね、そうだよね。一番最初だったのはレイちゃん、その前はね、ノアちゃんだったかな。だね、私とノアが多分一緒くらい、一緒くらい。ゆめちゃんはまあ、後半の方で入ってきてくださったんだけど、もう本当に最初はずっと真顔で、結構ね大変だった、動けない真顔でっていうね。でもこんなに本当にねパフォーマンス少しずつできるようになって声も出てきてます。そんなわけでこの後は一人ずつお送りしたいと思います。まあ、福井校長先生もね多分ビデオで見てくれてると思うので、はい、じゃあどっちが紹介するんだっけかな。はい、はい、じゃあゆめちゃんかられいちゃん紹介お願いします。ごめんねれいちゃん。れいちゃんは素敵な声が出て、歌ってる時の姿がとても素敵で、優しくて大好きな先輩です。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。じゃあ次私が歌わせてもらう曲の紹介もお願いしてもいいですか。はい、とアクシア大好きで大嫌いです。どうぞ。
ました。すげえ間違えたな。じゃあどうすればいいの。私次はと夢をもう一回呼びたいと思います。夢はい、先ほど私が歌わせていただいた曲はマクロスデルタより、アクシア大好きで大嫌いでした。ありがとうございました。じゃあ今度は夢が歌う番なので、私もちょっと夢について軽く紹介したいと思います。お願いします。夢はですね、まあ、入ってきた時から本当にとにかく可愛くて、まあ、年下っていうのもあるんですけど本当に妹みたいな存在で、私もノアもずっと会話をするたびに夢可愛いよねってずっと話してるくらい、もう本当に可愛いんですよで声も可愛いので、ちょっとぜひ次歌う曲ぜひ声とか歌い方とかいろいろ注目して聴いていただけたらなと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ次と夢が歌わせていただく曲はうるせえやつらよりラムのラブソングです。どうぞ。明日、今日よりも好き。
ことを教えないでください。というわけで本当にディアブルームレイちゃんとゆめちゃんでした。最後に2人から一言ずつどうぞ。はい、今日は本当に聞いていただいてありがとうございました。本当に今日この恋はオンザロックに出演させていただけて本当に嬉しいしとても楽しかったです。ありがとうございました。緊張したけどうまく歌えたのでよかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。